デスガン事件の後、私は5年前に私の放った銃弾が人の命を奪っただけでなく救ってもいたことを知った。あの記憶と向き合うにはまだ時間がかかるけど、前を向いて歩いていくためにもう一度この事件を振り返ってみようと思う。次回ソードアートオンライン2総集編デブリーフィング。